第一印象は、うん、あの清楚でしっかりしてまとめてくれるんだろうなって、うん、だろうなって思って思ってました。だろう、ああっていう時期もあったねみたいな。あ、そうだね、そういう時期もあったな。なるほどね。今は違うと。今はちょっとポンかな。今ポン。ポン。あ、ポンですか。ね、そうだね、マイクロで迷子になってるあれめっちゃ可愛かったからね。あの歌も聞いてめっちゃループしてるから、まつり。ねえさ、なんかまつりどっちどっちどっち。なんかさ、サブサブちゃんサブカーかなんかさ、どっちどっちみたいなツイートしてたんでしょ。ツイートしてさ、可愛すぎてね、あまりにもしちゃったよ。あれ見ましたね、ようもちゃんとチェックしてます。あれね、あの耐久聞きながらねサムネ作ったりしてるからね。かわいすぎて、メンバーに聞かれるの一番恥ずかしいんだけど。本当にあれがカラオケバージョン歌えるようにしてきたから、まつりはね。そうだよ。じゃちょっと歌枠で今度歌ってほしいな。歌枠で今度歌うわ。あ、歌うの。歌う、耐久の方歌うわ。はい、見に行きます。2時間耐久ね。短く歌うってこと。そう。いや、えぐ。もう地獄よ、もうそんなの。元気ですか？いや、めっちゃ元気です。本当？うん。いや、ちょっとね、うん、ちょっとお祝いしに来ました。いや、本当に嬉しいです。ありがとうございます。どっち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 、ね、やめてやめて。どっち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 逆。あ、かわいい、かわいい。あ、もうね、ルシアちゃんに歌ってほしい、もう。いやいやいや、全然待ってますからね、もう。いやー、あの先輩の本当にありがとうございます。オリジナルソングを。いや、あれね、ほんとにさっきまつりちゃんにも言われたんだけどね、ちょっと恥ずかしいですね。大人気ですね。いや出すしかない。どっち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 きつい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 。どっち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 。ああでね、ちょっとね、ルシアちゃんに聞きたいことがあってね。うん、こんばんは。こんばんは、あやめ先輩、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どっち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 。あ、どっち。